次に塩崎康久君。塩崎康久君。自民党の塩崎康久でございます。続いて、質問させていただきますが、基本的には答弁はですね、通告はしてありますけれども、大臣並びに公取の委員長にお願いをいたしたいと思います。公取委員長おいでになってますか。はい、よろしくお願いします。もうちょっと近い方が本当は後でいいかなと思いますけどね。今徳田議員からいろいろ疑問が提せられたわけでありますけれども、この JAL の再建再上場問題につきまして、地元で、いろいろ聞いてみるんですね。で、私も官房長官などやって経験をしておりますが、政府としてはやはり都合のいい、なるべく受けのいいマスコミ報道をしてもらおうと思っていろんなことを言うわけですね。ですから、この再上場が決まったときには、その国民負担が返ってくるということを言って、みんなよかったというふうに思っている人の中にはいます。中にはいますが、やはり経営をしている人たちに聞いてみると、若手経営者なんかに聞いてみるとですね、幾度に何か変だ、おかしい、こういう声ばかりでありました。特に消費者、国民にとって本当にこれでいいのかということで、まるでそのゾンビ企業が経営の失敗で、言ってみれば自業自得で経営破綻したと思いきや、最近よくありますけれども、民事再生法で身軽になって、そして契約などにおいて、それを背景にですね、安値落札をしまくるということで、自分たちを圧迫するケースがよくあるけれども、なんかそれと似てるなと、こんなふうに言っておりました。要は頑張る者や正直者がバカを見るような、あるいは自助でなくて公助で業用が好転することが公助でないとできないというようなことで、先ほど二次破綻はもうあたかもないようなことをおっしゃってますけど、むしろ私はこれからだと思うんですね。ビジネスモデルは特に変わってませんし、国際便の2社体制も変わらない、国内便も2社プラス、アルファと、何が変わったんだと。言うと、ほとんど枠組みは変わってないと。それからとりわけこのグローバルな視点というのは抜けているような気がするんですね。もう世界はこの航空産業大競争時代というのはもう言うまでもないわけであって、そんな中で内向きな論理でどうも物事が進んでいるような気がしなりません。そこで国交大臣、質問通告してませんが、私企業へ国が公的な資本注入が許されるというのはどういうケースのときは許されるというふうにお考えになってますか。また国土交通、じゃあその前に長田航空局長。いやいや、これ大臣ですね。大臣、大臣、まずお答え申し上げます。私企業に対して、公的資金を注入するということは、JAL の場合は政府声明でございますように、JAL が我が国の経済、あるいは国民生活に重要なネットワークを持っていると、それによって JAL を破綻させることが、我が国の経済活動、あるいは国民生活に重大な影響を及ぼすということを前提に、資金が投入されたものであるというふうに考えています。JAL の話全く聞いてないんです。ですから一般論についてはちょっと私ども全体お答え申し上げられませんが、やはりその当該事業が我が国全体の経済活動あるいは国民生活にどれぐらい重要性を負っているかということが重要なポイントになるのではないかと考えております。大臣ですか。じゃあ大臣。いや、答えのよ。また国土交通大臣。一般論ということでありますけれども、やはり我が国の経済にどのように寄与しているか、また国民に対して、国民生活に対してどのような重要性があるかということが求められるというふうに思います。以上。塩崎康久君。畑大臣もいろんなケースをもう政治家としてご覧になってきているはずなんですね。今のようなお答えであれば、どの企業でも資本注入していいと、どの企業も重要じゃないなんてことはないですからね。何でもいいっていう、そのスタイルが民主党政権のスタイルだということは私はよく今分かりました。世界の常識は、やはりね、システミックリスクがある場合と、それから、トゥービッグトゥフェイル、もう国家にとってどうにもならないようなときだけ、これが常識だし、我が国も基本的には振り返ってみればね、今まで金融機関に入れてきたことはあります。これはシステミックリスクがあるからですよ。それからトゥービッグトゥフェイル、
ということは、その時の判断ですけれども、アメリカだったら GM なんかはまさにそうですよね。そういうことですけれども、ネットワークの維持なんて言ったら、まあ、なんぼでもそれは JR だってなんだって、全部資本注入できちゃうという話なんで、意外になことにたまげました。航空会社で公的資本注入による破綻処理のケースがあるのか、特に、この例の EU のガイドライン、これがまあ2004年にまあ確定してから、それ以降どうなのかという質問を通告してありますので、答えてください。大臣。その前に長田局長。先生ご指摘 の公的資本がエアラインに注入されたケースがあるかどうかということでございます。米国におきましては、日本の民事再生法に相当するチャプター11に基づきまして、デルタ航空、ユナイテッド航空などが再生を行っておりますが、これについては公的資金の注入は行っておりません。ただし、GM については注入をしているところでございます。で、欧州につきましては、エールフランスあるいはオーストラリア航空と、かなりの航空企業が破綻をしまして、その中で、政府等による公的資金の注入が行われた例が多数承知をしております。2004年以降。いや、言った質問聞いてないから。はっきり答えてください。はっきり。静粛に静粛に静粛にしてください。はっきりポイントだけ答えてください。はい、静粛にしてください。オーストラリア航空につきましては、2009年に、オーストラリア政府から5億ユーロの出資を行われているところでございます。その大臣ですか。いや、今のね、結局公的資本注入をやっているのは EU のガイドラインができた2004年以降はないってことでいいよね。それそこでうんって言ってくれればいいから。大臣。大臣よろしいですか。はい、畑国土交通大臣。今局長が答えたように、オーストラリア航空においては2009年に、公的資金を入れております。塩崎康久君。まあ、オーストラリアは分かりましたけどね。まあ、それじゃあどういう資本注入か僕もあまりよく知らないけども、少なくとも EU では2004年以降ないですね。97年のアリタリアが最後ということであります。それはもう私は調べております。それから破綻処理とね、法的な破綻処理と資本注入を双方同時に行ったケースはあるかというのを聞いています。大臣、もう長田さん、あなたはテクニカルなことだけ答えればいいから、大臣、基本的に大臣と私の間でやりましょう。畑国土交通大臣。ないと思います。以上。塩崎康久君。今大臣が短く言ったように、今回の JAL のように法的処理と公的資本注入と両方やったということは世界中初めてのことが起きたということなんです。で、それが先ほどのように全く私企業に公的資金を入れるということがどれだけ重大なことかというのは、普通の資本主義の国ならば真剣に考えるわけですね。我々も98年とかその前、資本注入するときには死ぬほど考えましたよ。憲法違反でやられるんじゃないかとかね、いろんなことあった。まあ、それも社会に役立つ企業だったら何でもいいみたいな話でやってるんだということがよくわかって、もう愕然とするということだと思うんですね。じゃあ大臣ね、JAL が破綻してから、まあ、仮にですよ、今度再上場できるかどうか分かりませんが、国民負担はどれだけだったというふうに思いますか。金額で。長田航空局長。呼ぶんじゃなかったのね。国民負担という意味では、JAL が破綻した際に、特に政策投資銀行の融資等に絡んで、その分の補填を、国の方でしておりますので、発生をしておりますが、現在については3500億の出資でございますので、これが今回の上場によって、カバーされれば国民負担は生じないというふうに考えています。塩崎康久君。ところが3500億をですね、じゃあ別に運用してたらどれだけの逸失利子があったのかということを考えれば、まあ、例えば 1% の年率で考えてもですね、年間35億の 2.5 年で約90億円ですよ。少なくともこれは国民負担になるわけですね。それから会社構成法の適用になれば、繰越欠損金が計上されて、法人税が免除される。で、これはいろいろ議論になってますけれども、これをざっくり全体をもし仮にですよ、
入ってこない法人税がどれだけかというと、大体3300億なんですね。で、これはまあ当然返ってこないと。それから仮にですよ、7年 100% と9年 80% ありますよね。この差だけでも実は745億円あるんです。ですからこれも実は国民負担として取られるということであります。で、まあ、それから、さっき自助努力の話しましたが、要するに、こういう公的資金と会社構成法の 税制上の特権の二重取りをしてきているわけでありますから、そうすると他の航空会社、この利益は圧縮されるわけですね。で、例えば、最大手の全日空でいけばですね、今年はまあ最高といっても300億弱しかないわけでありますけれども、まあ、それがですね、年間100億程度へこむとしたら、2年半で250億、これも足さないかんのですね。だからこういうことになるとですね、まあ、その全部その法人税が入ってこない分を3300でカウントすると、約3600億で、さっきの差額分だけ 7年と9年のですね、これだけカウントしても1085億円の国民負担になっていると、こういうことなんですね。大臣、どうですか。また国土交通大臣。この再生にあたっては、国民の皆さんの大きな負担があるというふうに思っております。塩崎康久君。国民負担があるということを認められたということですね。ですから、さっきの長田さんの答弁は全く間違っていたと、まあ、こういうことでよろしいですね。そこで、私はこの公的資本等の投入とですね、会社構成法による恩典の、またそれもプラスアルファもあるわけですけれども、この二重三重のやっぱり恩典というのが問題だろうと思うんです。後ほど公正取引委員会の委員長にお聞きをいたしますけれどもね、これはやっぱりちょっと問題だなと。で、もともとですね、私は会社構成法だけでいいんだろうなというふうに思っていました。そして、もし支援機構を使うならばね、まあ、DIP ファイナンスとか、そういうものの資金繰り程度であって、よもや資本注入をするだのようなことは、ただの、まあ、飛行機を飛ばされている方、大事な会社であって貢献していることも間違いない。しかし、システミックリスクがあるわけじゃない。そして、トゥービッグトゥフェイルでもない。GM と比べたって、2桁ぐらい雇用の人数違いますからね。全くそんなの当たらないのにやっていると。ですから私はですね、この二重恩典をネットアウトする。特に、まあ、今後のですね、例の 100% と 80%、7年、9年というのがありますが、この差分、会社構成法適用を前にやっていればいいですよと言われている、7年間 100% と9年間 80%、この差のですね、7年間 20%、これだけで745ですけれども、私は少なくともこの745をネットアウトすると、まあ、そういうことを含めた議員立法をわれわれは考えています。そのことを考えているので、まあ要はですね、二重恩典に一番敏感なのは財務省ですよ。財務省、今日来てると思うんだけども、見解、簡単にお願いします。藤田、簡潔にお願いしますよ。財務副大臣。法人繰越欠損金等のことだろうと思いますけれども、これはいわゆる特定の企業なりに対する免除ということではなくて、企業というのは長期的に計画を立てていると、それに対して税収の方は年度別にやっておりますので、それを補うための欠損金の取り扱いということになっておりますし、その8割に下げておりますので、平成23年の改正で、ですから制度上はあくまでもそういうことでございますので、特定の企業に対して云々ということではないというのは塩崎先生よくご承知のことだろうというふうに思っております。塩崎安久君。いや、特定の企業なんて言ってるわけじゃなくて、二重に財政的に応援をするっていうのはおかしいんじゃないかと。普通は財務省はそういうのは嫌がる、今までは。それをやめた方がいいんじゃないかということで、おやりにならないったら、われわれ議員立法でネットアウトしたいと思います。次に公正取引委員長、私企業へのですね、政府、国家による補助や財政支援が、独禁法の、第1条、この第1条のですね、公正かつ自由な競争、すなわち公正競争を阻害し、市場を歪めることはありえますか。竹島委員長。
それはあり得ると思います。以上、塩崎康一。明快でありました。で、消費者需要、需要者の利益のための個別の産業政策と競争政策という横串のですね、政策のまさにぶつかり合いのことを今我々は問題にしようとしていると思うんです。で、そうしたですね、歪んだ事態、今あり得ると言ってるわけですから、それを解消したり是正することに対する公取としてのですね、行政権限あるいは政策ツールというのはあるのかないのか答えてください。竹島委員長。公正取引委員会は独占禁止法の、まあ、運用をやっているわけでありますが、独占禁止法の運用と各省庁が持っておられる、いわば業法というのは、同時に適用されるというものです。したがって、業法上のことが行われても、それが独禁法に触れるようなことを、それを受けて事業者がやる場合は、独禁法の違反に問われるということであります。でしかしながら、今のご質問の趣旨はですね、いわば産業政策と競争政策の調整について、公正取引委員会は権限を持っているのかというお尋ねかと思うんですけれども、その点については、持っておらないという方が正確だと思います。ただ、各省で法律を作ったり、改正したりする際には、ご案内のとおり、各省庁で協議をいたしますので、我々としてもこれは反競争的な規定であるということであれば、当然意見を申し込むという形では至っておりますけれども、他の一部の国にありますように、公正取引委員会の承認とか協議とかいうことが制度上は日本においては入っておりません。委員長、塩崎康久君。明快に、要するに今そういう権限が公取に与えられてないということがありました。後ほど申し上げますけれども、私たちはそれを権限を与えるように議員立法をしたい、そして EU が持っているような法律に基づいたガイドライン、これも定めてもらおうというふうに考えています。EU、今申し上げましたけれども、この EU 条約107条というのがあります。で、そもそもですね、先ほど来ガイドラインの話、徳田委員からも出ましたが、実はもともとこの107条というのは、国家による特定企業産業への補助金提供に関し、市場での競争を歪めるものまたはその恐れのあるものについて、種類の遺憾を問わず原則違法としてるんですね。つまり原則もこういうものは公的な、要するに補助金提供というのは違法だと。だけども例外的に適用除外される場合のガイドラインというのを設けているということになっているんですね。それでそのガイドラインの中では救済補助と再生補助というのがあって、救済補助だったら例えば金額の上限、返済期限、金利などが決まっています。それから再生補助の場合には、補助を受ける企業、ここだったら今回だったら JAL の資産圧縮、生産能力の削減、市場シェアの削減、不当廉売禁止等を条件としていると。まあ、この不当廉売に関してはですね、ボストン便を飛ばして、飛ばし始めてましたけれども、えらい今までにない安いですね、値段が出ているというふうに聞いております。ですからそういう政府補助が市場を歪めることへのバランスとしてこういうことを決めているわけです。で、まあ、今、井水君が言ったようにガイドラインが存在しない、竹島さんおっしゃいました。で、国交省は今回 JAL の再生のために市場のことを顧みることもなくですね、あらゆることを認めて、あらゆることをやらせたというふうに私は思っています。例えば、まあ、ボーイングの787を5年間で45機導入するとかですね、新規設備投資、矢継ぎ早の国際市新路線の開設、それから LCC への投資も行われてきて、まあ、収益の V 字回復に寄与しているものもたくさんあると、こういうことであります。こういうケースはですね、あまりにも大きなこの公正競争に、航空産業の公正競争に与えた影響が大きかった、私は思っておりますけれども、市場の番人の竹島さん、日本でも EU のような市場を歪める国家補助の原則禁止法規と、市場原則に見合った適用除外を規定したガイドライン的な指針が必要だというふうに思いませんかと、その際、公取としての権限が今ないと言いましたけれども、必要だとは思いませんか。委員長、竹島委員長。それは大変基本的な問題提起でございましてですね、
私 の, その今の所掌範囲でお答えできるかどうか自信ありません。ただ、前 の, この国土交通委員会でもご質問いただいてお答えしましたけれども、今の公正取引委員会にはこの JAL についての救済の中身について物を申す権限はございませんけれどもですね、EU の107条に基づく国家補助規制、それに基づく具体的な航空会社の、まあ、アリタリアのことをおっしゃいましたけれども、そういうところで示されている考え方というのは日本においても共有されてしかるべきだと私は思っております。で、要するにそういう制度を作るかどうかの以前にですね、国家補助というのは個別企業にしてはいかないというのは 私も長いこと役人やっておりますが、これは常識だと思います。したがってそれを覆す例外としてはですね、よほど大きな公益上の要請があると、その競争を歪めることは当然であります。その程度はともかくして、したがってその競争を歪めることは当然なんで、それを最小限に回避する措置も講ずるというのが行われていることで、こういったものの考え方は日本においてもですね、各省庁の政策判断決定においてですね、取り入れられてしかるべきであると私は思っております。現状どうなっているか分かりませんがですね、したがってそれは制度をつければ動くってもじゃなくて、各省庁の政策を作るときのですね、基本的なスタンス、着眼点の問題でありまして、救済制度は当然必要最小限でなきゃいけないでしょうし、同時に競争を歪めることが最小限でなきゃならない。だから EU の場合、いろんな条件が航空会社についての救済についてですね、つけられているというふうに私は理解しておりますので、その辺のものの原理原則は日本においても同じであるべきだというふうに思っています。委員長、塩崎康久君。いや、明快な答えありがとうございます。で、さっき局長はね、EU の場合には違うんだと、日本は。EU は国の集まりだから、それでやってんだ、単一国家と違うんだと言ってますけども、実はこれ、国交省が作っている主要運輸事情調査報告書の、2010年版、これを見るとですね、9.11 の直後に、ヨーロッパはアメリカの航空会社に対して政府が1兆8000億円ぐらい支援をする、これについて注文をつけてるんですね。で、それは何かといったら、太平洋路線の価格のダンピングですよ、これについて言ってるわけです。で、これについて注文をつけて、ちゃんとアメリカは大幅に減額をしています。ですから EU の中の話だけじゃないんですね。要するに不正競争をやるのはダメだと、フェアコンペティションをやらせないとうちの市場では許さないし、自分たちの会社が関わる市場でも同じようだと、私はそういうふうに言ってると思うんですね。ですから私はガイドラインを公取が作ることを要請する議員立法、その根拠はやっぱりそのさっき権限がないというふうに言いました。やっぱりその調整をできるようなね、権限が持てるのが僕は一番だと思う。さっきまあ各省でやってますなんて、それは負けるに決まってるんですよ、各省にね、公取は。そういうことではダメなので、やはり国民の負担というのがちゃんとあるんだということを大臣は認められたんだから、その国民負担を減らして最小限にするということが、我々政治のですね、一番大事なことであり、また JAL が頑張って再生するというのは、自力でやっぱり構成していくというのが、当然やらなきゃいけないことで、今回は全くやるべきことを間違ったと私は思うんですね。で、委員長にもう一回お尋ねをしますが、この我々がこういう議員立法を作って、ガイドラインを作るよう公取に言うと、指示するということについて、どう考えるのか、やる気がないんだったら、内閣官房なんかにやらせますけど、そんなところはやる権限も能力も本当はないんだから、私は公取しかないと思っています。それから、そういうことについて、大臣はどう思っているか、一言願います。ではまず、竹島委員長。それは個別企業に対する救済についてだけ、要するに国庫補助についてだけなのか、広くその規制改革、規制緩和、新しい規制を入れることが、それはいいとか悪いとかという問題も別途大きなテーマとして、金がねあるんですね。で、そういうことについて、競争当局が一枚噛むという仕組みはあり得る、で日本がそれを採用するかどうか、これはまさに政府全体の問題でございますので。公正取引委員会としてはですね、そういう制度が出来上がれば当然責任を持って仕事をさせていただきますけれども、それを作るかどうかはもちろん国会を含めですね、法律は国会で、はい、そういうことになれば当然公正取引委員会としては
対応させていただきます。はい、続いて国土交通大臣。公平性を確保するためのガイドラインについてでありますけれども、今般の日本航空の再生に係る国の関与や公的支援の内容については、今後国土交通省の交通政策審議会においてその一連の過程について報告し議論をいただくこととしております。その一環としてですね、その一環として、はい、お読みやめろよ。その一環としてね、航空分野における企業再生と公的支援に関するガイドライン、このことについてはですね、関係省庁を、まあ、口頭にも入っていただいて、検討していきたいというふうに思っています。委員長、塩崎康久君。航空だけじゃないんです。私は国からの支援というものを民間企業に出すときのやっぱりルール、原則禁止ですよね、市場を歪めるから。だけども例外的に認めようというスタイルがヨーロッパスタイル、これをやろうというふうに思うんだけども、議員立法でどう思うかということです。まあ、ガイドラインを特に作れということですけどね、小鳥に。大臣でいいですか。国土交通大臣。今言われた通り、ガイドラインについて。所掌外してね。関係省庁すべて、そして小鳥も含めて入ってもらってですね、検討していきたいというふうに思っております。塩崎康久君。ガイドラインを作ることについてどう思いますか、一般的にという意味ですから、どうやるかとかそんなこと言ってんじゃないんです。全く新しいこと、今まで議論したことないことを申し上げているので、それに政治家としてですよ、国交大臣はともかく政治家としてどう思うんだということを聞きたい。また国土交通大臣。しっかりと議論をする必要があるというふうに思っております。塩崎康久君。議論をして導入をするのかどうかよくわからないんで、畑さんらしくないなと、ちょっと残念な思いでありますが、私はですからそういうことで我々今議員立法でやろうということにしています。さっきのネットアウトする税の恩典、あるいは国の支援のダブルの恩典はネットアウトするということと、このフェアな競争が行われるためのガイドラインに、まあ、法的根拠とガイドライン、これを考えていますが、そうなると再上場することを、まあ、当初お決めになって、今日東証の社長に来いって言ったら、これも来てくれないんだな、なんだか知らないけど、それで、こういうことであればですね、当然この上場のですね、この審査のですね中で審査基準というのがあって、経営活動や業績に大きな重大な影響を与える係争または紛争等を抱えているときはダメなんですね。それからその他公益または投資家保護の観点から、適当と認められることですから、こういうところから考えてみると、ネットアウトされて収益は変わりますからね。それからガイドライン作ったらこういう形での支援はダメじゃないかというような話もなる。もちろんだから遡ってはないにせよですよ、これからのことはあるわけですから。そうすると東証もね、これ考え直さなきゃいかんので、金融庁担当の人に来てもらってますが、これについて上場基準に照らしてみればね、仮にこういう法律が通ったら、これは上場も考え直さなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。大串内閣府大臣政務官。お答え申し上げます。まあ、今ご指摘がございました、まあ、いろんな国の政策制度等々において、まあ、公平な競争がなされる形での整合性があるというのは必要なことだろうというふうに思います。上場の審査においては、まあ、東証における上場の規則等々で定められているところでございまして、今回の上場審査においてもその規定等々において、照らして適切に判断されていると思いますが、今のようなご議論が国会の中でありました場合には、それを受けて制度を考えていくということになろうと思います。塩崎康久君。以上。まあ、いずれにしてもですね、いろんなことが今回のこの JAL の件で分かったと思うんですね。一つは、まあ、内向きの論理だけで、なんだか知らないけれども、一社、まあ、世界的な基準から言っても、日本の今までの行政の扱いからしてもですね、ここに資本注入するのかというところに資本注入をして、再生を図った。まあ、2年半でできたできたと言っていますけれども、私はこれからコーポレートガバナンスの、それから企業文化もどう変わるのかわからないということもありますから、私はなかなか難しいんじゃないかなというふうに思っています。そして世界の中は大きく変わっている、この航空産業も大きく変わっているということもどうもあまり考えられていない。そしてもう単一市場だ
それからEU の共同市場だ、そんなことじゃないんですね。もう世界は一つですから、そういう中で我々はちゃんとしたルールを持って、他の国から変なのが来た時にも跳ねるし、我々も身を正してちゃんと立派で自助努力で頑張れる企業が世界で活躍して、でやっぱりナショナルフラッグがなくならない、私はキャリアは一社でいいと思ってますが、今世界のこの動きからしたらとてもじゃないけども2社やってるような余裕はない、私はそう思ってます。じゃあそういうことで引き続きこの問題については追及をしていきたいというふうに思います。終わります。